そしてこれですね。ホムラっていうのこれ。読み方合ってるか分かんない。こいつがそこそこ強いと。攻撃力864に対して竜属性。数値は攻略本見ないとちょっと分かんないけど、まあ、強い体験が作れるということで。ね。本当に作っていいんだろうか。本当に作ってもいいのかこれ。本当に作ってもいいんだ。はい、来ました。もちろんすぐ装備ですよ。あ、作りました。どうだ。この圧力を見てくれ。このピンク色の。体験だぞ。もうなんかもう一段階強化できるんですけど、まずちょっと素材がそこまで足りてないので。あー、竜属性26か、これ。この次で48になるとかいう、ありえんほど強くなるんだけど。まあまだ足りないっす。角はあるんすけど、勇気の証とグレン石は足りませんので。火山のあるとこへ行って私が採掘してくると。いったところですね。防具も作りたいので、今までランク上げで来てましたけど、ミラーボレアースに備えまして、防具も一新したいなと。防具も一新したいので。いやー、勇気の証はめんどくさかったわ。もう村クエで運搬したんだけど。誰かさあ、火山行けるクエストないっすかね。グラフィモスとかで全然いいんだけど。なんか火山行けるクエストないっすかね。あ、そう、火薬ガンだっけ。あ、グラフィモスあります？じゃあグラフィモス行きましょう。ぜひ。私もこれつけたばっかりだから。最初から運搬やるとなんかもう、暗い気分になりそう。私はこの、竜頭ホムラ。こいつの強さを確かめたい。アップデートの内容チラッとなんかツイートしてたよね。始まった。私、火山行ってきます。火山じゃねえ、8番行ってきます。非常に優しい。リスナーさんも優しい。ありがとう。が、グラビモスの声が。いやー、ちょっとダッシュすんの早くね。あははははは。ちょっとすいません。採掘行ってきます。すいません。すいません。皆さん、採掘いらないの？まあ、もうなんか、グレン石はいっぱい持ってんだろうな、もう。グレン石は8番にまで行かないと取れないらしいので、ピッケルにしといて。なんでだよー、もう。全然取らしてくんない。鉱石ガチャ失敗ですね。グレン石が出ないからってグレンじゃないよ、グレン石だけにとは。一体何ですか？詳しく。出ないのよね。竜属性の属性40、そうだね。なんか48って書いてあった、今。尻尾が切れてる。行くぜー、はぁ。なんで弾かれんの？これ溜めないんだね、これ。まあ、溜めてるとこ見たことないから。溜めないんだろうな。これ、回転？あ、これで何？切り上げなのか。回転は後ろかい。これもう抜刀術よろしく、もう。いやー、強い武器だなーこれ。すごい強い。もう3回振っただけで倒したぞ。さすがだなー。ほとんど削られてたね。あ、剣閣出た、やった。ちょっと待って、ちょっと、ぶん回していい、ここで。ぶん回せよ、ここで。これで、下アナログで、これ回転か。切り上げは横なんだな、これ。で、ん？縦切りになっちゃう。これでいいのかな？これをループすればいいのかな？ちょっと若干これ混乱しそうだな。切り上げが、こっちで。下、横だ。あ、こんな感じか。いやー、強い武器でしたね。3回殴ったら敵は死ぬ。あー、やっぱグラビモスぐらいだと、最強装備3人いればもう、あんなもんなんだな。オンラインのグラビモスって言うてさ、HP 高いはずなんだけど。あ、それでも7500か。マジか。じゃあ、ディアブロスおかしいだろ、こいつ。ディアブロスのオンラインのさ、オンライン上位ディアブロスの HP がさ、
1500なんだよね。こいつだけおかしいだろ、HP が。何考えてんの、マジで。村クエのディアブロスでさえ3500なのにさ。2.5 倍ぐらいじゃん。こんなもん一人で倒せないよ。何かいいものがあれば貼ります。ディアブロス単体がいます。4本の角があります。これどっちがいいの？素材的に。で、剥ぎ取りで上質のねじれた角の方は出てこないよね。出てこないと思うんで。やっぱ1頭の方がいいんすかね。あ、4本の角ってこんな確率低いの？ 5% なんだけど。あ、じゃあこれ単体の方がいい。単体の方がいい。え、これ、ごめん、ちょっと忘れちゃった。何パーだっけ？ 20?30? 30% だ。30% の確率で上質でねじれたってのは。10% ならちょろすぎない？ 1% よりマシだよ、全然。さあ、ディアブロスくん。まあ、10番でしょうね。私、ディアブロス行くっつってんのに、なんで音爆弾忘れるのかな？天候玉しかねえわ。行くぜードリアーあっあよかった。今腹に当たったんじゃないの今。私が尻尾を切る要因ね、弾かれるんすけどね、弾かれるんだけどこれ切れ味緑でね、これどうしてなんだ。当たってないのかこれ。うまく当たんないんだけど。尻尾。なんかかろうじて頭に当たってる感じがするけど。当たんない。危ない。あ、でも、ガードはなんか優秀だな、これ。あんまりのけぞらないっていうか。おっとと思ったけど、なんで振らないの。ちょっと反応してくれ。いやん、あ、あ、カメラが動かない、カメラが動かない、カメラが痛い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 。潜ってます潜ってます潜ってます。ありがとう回復。私は音爆弾先輩を信じてる。ありがとう。なんかすげえ当たったような振動来るんだけどさ、全然当たってないんだよな、見た感じ。ほら、もっと盛れ、もっと振れ、よし、よいしょ。なんで振らないのか俺。武器出しこういうのがまともに当たるんじゃないか私。ダメだな。あ、ナイスです。意外とさ、あ、やべ。くそ。当てにくい。俺、慣れないぞ。顔だったら切れるのに、足だと弾かれるのは納得いかん。あ、ナイスです。よいしょ。これ私ランスの方がまだダメージ貢献できるんじゃない。ガードができるタッチという確かにな。首カッチ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 だよ、もうほんと。この尻尾怖いな。ナイス、はいや。これ私多分ダメージ貢献全然できてない気がするこいつ相手だったら体験じゃなくてランスだな。あのねじれた角の方がですね 30% という。あー、すごい迫力。すげえ強そうなんだよな、この一振り、このタッチじゃない体験。ほらかっこいいなこれ。はぁ、 70% を引いたわ。あ、そりゃそうだわ。やっぱこれレウスレイヤーの時の方が使いやすいんだな。グラビモスとかさ、ディアブロスとかさ、
比較的肉質が硬いやつはやっぱランスの方がいいんだな。立ち回り難しいし、他のプレイヤーいるとき切り上げちゃいそうで怖いわ。でも最近の体験よりはね、こっちの初代の体験シンプルだから分かりやすくていいや。分かりやすい。狙って振りゃいいんだもんだって。溜めるとかさ、タックルするとか難しい動作がいらないから分かりやすくていい。何かいいリクエストは？もうやってくださいと言わんばかりに一番目に持ってくるんじゃねえ。激凛と金しかいらないです。私も激凛欲しい。なんで火薬ガン2つもあんだよ、おかしいってさ。なんなのこれ、報酬金と契約金が違うだけじゃねえかこれ。誰だよこれ入れた人マジで。あの一対の虚栄ならあるんですけど、これでいい。じゃあだってもうなんか運搬してる時手震えてるもんだって。落としたら失敗だし、失敗というかまた戻らなきゃだし、私は体験だ。こいつに対してだったらいかんなくね、このようにここは切り上げと当て切りと切り上げと、これで結構当たるじゃんほら、結構当たるじゃんこれほら。はい、もう一匹飛んできたけどスルーしてった。うーん、当たんないか。尻尾だけでだいぶ削られてるんですけど、私飛ぶかもしれない。すぐええ何それ。ちょっと怖いって。これ落ちてませんこれ。気のせいかな、大丈夫かな。エリアの端っこから端っこに目がけてさ、瞬間移動するのやめていただけません。やばいよこれ。ナイス先行か、ナイス先行、いいね。ちょっと微妙にね、こうなんだろう、前進んじゃうからいいぞ。よし、切れた。いいね。これがもう一段階強くなるって考えたら、GJ ありがとう。これがもう一段階強くなるって考えたら、相当楽しみなんだけど。危ない。ほんと頭なんでしょうけど、早いね、さすが。はい、骨髄。はい、火炎袋。はい、欲膜。ふぅはい。はこんなもんねえやもう。なんだ激凛って。それか千里眼か。あぶだぶ。たまに来るその尻尾の攻撃ほんと怖い。ナイスです。どんどん前へ進んでいってしまうねこれ。あ、ナイスです。あ、いや、とりあえず回転して縦切りしてやってればとりあえずダメージ貢献できそう。あ、痛い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 。なんかもう何も考えなくてブンブン振ってればいいから楽しいな体験。ちょっと他のプレイヤー巻き込んじゃうからあんまり派手なことできないけど。あー、ごめん。当たっちまうか、やっぱここ。あ、いや、さすが。これは出たな。これは出ますよ、間違いなく。鱗がな。なんだ、激凛ってよ。もうそんなの存在しないよ、もう。確率的に言うんだったら、メスカリュウの激凛の方が先に来そうな感じはするんですけどね。やっぱ 1% と 2% っていうと、やっぱ、差はでかいからな。いやー、しかしね。味方を巻き込まなかったらな。何も考えずにぶん回すんですけど、体験を。
尻尾を切って役目でしょうはもう体験さんがやることだから、私は今日は尻尾を切るという大役を担っていますんで、今何をしてるんですと、今は素材集め兼ハンターランクポイント稼ぎ、私はこの武器も強化したいんですけど、その前に防具を新調したいです。もうそろそろね、この解剖具のまんまだとはね、死にかねないから、もうそろそろ防具を作らんかいということで、なんか俺保管してないよね。だいたいレウスレイヤーの素材も全部売っちゃっていいやってことで売ってるんだけど、いいね、もう売ろ、売りに行こう。